グリコは江崎グリコから発売されているおもちゃ付きキャラメルで同社の登録商標である。商品名は成分として含まれているグリコーゲンに由来する。森永ミルクキャラメル、明治キャラメルと共に古い歴史を持つキャラメルの一つ。キャッチコピーは一粒300メートル。これは一粒に300メートル走るのに必要なカロリーが含まれているという意味である。 江崎グリコの専門店であるグリコ屋では昔のパッケージを再現した復刻版を購入できるキャラメルの入った箱の上に玩具の入った箱を乗せ全体をビニール包装した状態で販売されている開封するまでどんな玩具が入っているかわからないグリコポーズ道頓堀グリコサイン男性が両手と片足を上げているのが特徴的なイラストは正式には ゴールインマークという。一般にはグリコポーズと呼ばれ、グリコの顔として知られている。大阪、道頓堀川の恵比寿橋には、このパッケージを元にした巨大看板がある。それぞれのマークについては、客中のリンク先である、江崎グリコ記念館ゴールインマークの歴史で確認できる。グリコのキャラメルには、グリコ源が含まれている。これは江崎グリコ創業者の江崎リーチが、 グリコーゲンを成長盛りの子供にとって欲しいとの思いからグリコが作られたからである。形状は珍しい立体的なハート型である。キャラメルは飴などと比べて柔らかいため、型抜きでハート型を作るのは難しかったが、ローラーを用いることによりこれを可能にした。これは業界初の試みであった。なお、1953年から1987年の 間は大量生産によるコスト削減のため格型に変更されていた。一粒のカロリーは15.4キロカロリー。創業者、江崎理一の子供の二大娯楽、食べることと遊ぶことを同時に満たしてあげたいという方針により、1927年キャラメル二眼具を同梱した商品の販売を開始した。戦時中は素材が制限され、 消しゴムなどの実用的なものになるなど、時代の変化とともに、玩具も変わっていった。現在は、ほとんどの玩具が、プラスチックで作られている。過去には、紙、セルロイド、陶器、竹、アンチモニー、鉄などが使われていた。創業者の江崎林一の意思により、公式には、おまけとは呼ばず、玩具とお菓子は、対等に扱われている。現在販売されているのは、以下の種類。 2001年に第1弾が発売された大人をターゲットとするグリコ。過去に男の子のおもちゃ及び女の子のおもちゃでプラスチック製の車やままごと道具のミニチュアが入っていたため、それをリアルにする形で暮らし、シリーズ、乗り物シリーズの路線が決められた。シリーズによってはキャラメルに代わってアーモンドチョコレートが入っている場合がある。 2005年に発売された大阪万博編でシリーズは中断している。主なおまけは以下の通り。フィギュアは海洋堂が制作している。労働教育センター保坂信と子供が消える日70ページ、江崎グリーコ記念館、コールインマークの歴史。江崎グリーコの写真、創意工夫。江崎グリーコ70年史の P14 には極東オリンピックで優勝したカタロン選手や、 パリオリンピックに出場した谷335選手、マラソンの金繰り43選手らのにこやかなゴールイン姿を参考にして書き直したとあり、グリコのメールマガジン、グー、グー、マガジンにも同様の記載がある。一方、グリコのウェブサイトにある、なぜ何コーナーでは、特定のモデルはないと記されているが、これは特定個人をモデルとはしていないという意味と、 考えられる、ありがとうございます。